こんにちは、ホッパーです。まず、僕は、がっちりしたアルミフレームのスーパースポーツ系のバイクを乗り継いできた。と、前置きしておきます。パフォーマンスダンパーを導入した理由は2つ。高速道路の継ぎ目、ギャップを乗り越えるたびに、ハンドルが手前に引き寄せられるような気がする。MT-07 のハンドリングは、フロントタイヤが傾いてからワンテンポ遅れてリアタイヤが傾く感じ。それが乗り味なわけですが、せっかくホイールベースが短いのにもったいない。パフォーマンスダンパーを導入することでフレームを補強したような効果が得られるのではと思い、導入してみました。1と2が解決するかもしれない。